こんばんばは、です本日は、えー、と2020年の8月の10日なんですけれども、えー、とお届けしたいものがございまして、えー、と久々にこういった形で速攻解説動画という感じでお撮りしたいと思っております内容を説明していきましょう「えー、とジュースジュースダンバラルルちゃんすっぴんと涙ピアノ弾き語り」ねーこの動画が本日8月10日の12時に YouTube ジュースジュースチャンネルに上がった。 えー、オリジナルは後藤真希ちゃん2005年19歳の時のですねこの曲の「ダンバルルーちゃん」はピアノ弾き語りバージョン、えー、とこれを今日僕たちの目の前で披露してくれた、まあ、目の前といっても録画ですけど。 でもこの状態状況をものすごく僕はもう心を打たれるものがありましたのでこのお話を少々短いまあ国を動画としては短いんですけどもお届けしていこうというふうに思いましてえっ、ー、と皆さんに進めていきたいそんな感じでございます。まあ、もちろん速攻解説でですので 深掘りになる部分ピックアップはしておりますけれども長々と話すというよりこのポイントこういうところなんだよというのが分かりやすいように、えーまあ、1番2番も歌ってくれてますからね2番のところそれとあとピアノ演奏とかに関してもうこれも簡単になんですけどダンバルルちゃんの特徴的なものなんていうのをお話ししていくなんていうまあそんなねディテールいくつか用意しましたのでご紹介しながら進めていきたいななんて思っております。 まあ目的はなんですけども、モーニング娘。もちろん、うん、オリジナルのメンバーね。後藤真希ちゃん、もう日本人で知らない人を探す方が難しいっていぐらい。スタンダードな女性シンガーで、モーニング娘という名前で浮かぶ。トップレベルの子だと思ってます。この後藤真希ちゃん、そしてジュースジュース。ええー、ハロプロを知っている人にはもう言わずと知れた歌唱ダンス、非常に優れたグループジュースジュースの中で。 えー、若手と言っていいですね若手でかつ中心になりうるボーカリストの魅力を持っているダンバル,ルーちゃんねこの歌を聴いてまあ目的としてですよこの歌を聴いてよりこの魅力ある歌手にまあ更に僕もお勧めしたい2人なのでさらに興味を持っていただければなんてことが思っております、まあ、この辺ですねでまた、えー、この解説の中で、えー、3つのセクションというのを用意してるんですけども その3つ目以外のところ歌唱に関してとかピアノに関してというところ僕が速攻解説するところには、えー、とダンバルルーチェンがこの動画を上げた後にブログを書いていますそしてそのブログの内容とかは読みましたけどもそこの感情ではなく歌とピアノ、えー、と感じられるそこからだけ歌とピアノからだけに感じられるものに絞ってお話ししていこうというふうにしておりますなのでその辺ご了承いただき この以上を分かりやすくするために絞った3つのテーマをご紹介してこの動画を進行していきたいと思っております、えー、とまず1つ目は今回のすっぴんと涙ダンバラルル歌唱動画のディテールもう動画のまさに詳細なんですけどこれをお話しして解説明していきますで2つ目歌手ダンバラルルピアニストダンバラル,ルうールこの特徴のおさらいこんな感じですね、まあ、ここちょっとしっかりお話していこうと思ってるんですけど ポイントは1つずつということにしておりますのでそれは速攻動画の感じだと思ってくれれば嬉しいですそれで3つ目、えー「ダンバラルル歌唱すっぴんと涙、えーと」この物語の作り方についてここはもちろん仮説を踏まえながらお届けしていきたいと思っておりますでまあここでは少し、えー「すっぴんと涙」オリジナル歌唱歌手の後藤真希ちゃんとの曲の声の印象なんていう比較も入れていきたいなんだ 入れ,て入れていきたいななんて思っていますまあ、じゃあこんなこんなこういったテーマで参りたいと思っておりますじゃあ一つ目ディテールご紹介していきましょうカメラですねまずはカメラ、えー、と動画でセンター1台とダンバルルーちゃん右から上半身撮れる感じで1台で顔のアップで1台えっ、ー、と手元のアップでももう1台ですねあとルーちゃんの頭の上頭上ぐらいから、えー 楽譜ですかねそれを撮っているシーンというのもあったので合計はこの楽譜カメラセンタールルちゃんの右の上半身顔のアップ手元のアップの5台しかもこれ全て人間が手で動かしているそういうような手ぶれ補正のない手ぶれを生かしたような形で撮られているというのは特徴的,で特徴的だったと思います。えー、とそしててててて右右側側ですすね右側に字幕のののテロップがが出出いいまここれも歌歌詞詞改め 今のハローということでいうとなかなか一つ離れたところにあるような女の子像みたいなの女性像一恋愛の中の締めくくりのシーンみたいなことだと思うんですけどそういったところが身に染みてくるというか赤裸々な感じ両方ですね感じられるのが字幕効果もある作りなんだななんてそういう作り選んだんだななんて思います。 で、ピアノはメーカーはわかんないですけど、何かしらのグランドピアノですね。で、そしてタスカムのコンデンサーマイクで音を取っているのは変わらずです。もうずっと、おそらくハロープロはあれを使って、このシリーズも取ってますし、他のレコーディングでも、まあ、主体でしょうね。そういう風に感じました。で、あと、レコーディングのこのイヤーホン、ヘッドホン。 ヘッドホンですね。をつけて、えー、と撮っているという形なので、えー、とこれ、ソニーのレコーディングでよく使う、ソニーの定番のやつで、MDRCD900ST というやつですね。まあ、2万しないぐらいのヘッドホンですけど、これ、意外とどんなレコーディングでも日本中、かなり長い間定番のヘッドホンなんで、レコーディングなんかする人は必ずこれ1回使ってるよって感じですね。1回どころじゃないですけど、<laughs> そういう感じです。それをしながら弾いてました。 で何度かこのバージョン聞いたんですけど特に違和感がなかったのでこれはピアノ弾き語りの一発撮りという形で間違いないと思いますでテイクは何テイクか撮っていてどれか例えば2テイク3テイクもっとかもしれないですけどその中でベストなのを選んだのかもしれないですけどまあ比較的若いテイクなんじゃないのかななんて思うところもありますじゃあその辺の解説というのに入るために2つ目紹介していきましょう 歌手ダンバラルールピアニストダンバラルールとはこんな形で進めたいと思いますまあこういうこと言ってますけどとはいえ、まあ、この曲「すっぴんと涙」に関してのところで説明していくというような感じになりますのでなんとなくそこにスポットを当てて聴いてくれたら嬉しいですじゃあ進めていきましょう彼女ダンバラルールちゃんの声はジュースジュースのあー声ですジュースジュースのグループの中での声ですこれを新たに作りましたねえ 1で一回聴いただけで耳に残る特徴もありハロプロの伝統を無視せず強く深い声です、ね、その声が特に,特にですねバラードですねですからこの「すっぴんと涙」です甘く切なく丁寧さを追求してくれるそんな時がありますがそれがこの「すっぴんと涙」に表れているということでございます。ね でどういうところがまあちょっとこれはスピンと涙から外れていく話になりますけど1個だけ説明しておくとどういうところがジュースジュースの場合ける特徴かというと随所に確認できるのはパワーープレイに頼らずコントロールをよく聞かせそして引き際も潔いんですこのポイントダンバルルーちゃん普段ジュースジュースでも随所にどんな曲でもですね現れてると思いますそれがなんですけども今回のスピンと涙でも生かされていて。 ボーカリストとしてかつ伸びる要素が満載なんですでそんな魅力にあふれた声ですねで,でその辺のディテール話し,していくために曲の紹介ですねちょっと前置き長くなりましたけど「スピンと涙」の曲の歌い方について探究解説していきましょう、えっと、まず1番 A メロです非常に静かに入っていきます 静かといってもピアノのタッチダンバルーちゃんが実際弾いてるんで自分で声の入るタッチというのをピアノと一緒に入ることができるなのでこれは静かに入るをスタンダードにしていくよというアプローチ自分がマエストロで自分も声を出してて楽器いないということ全てねやっているということですねこれが感じられますそしてまあ多分なんですけどこの曲の歌唱で聴いた中で 最も慎重に入り一番自分の気持ちを選ぶようにそういうふうにしたような印象こういうスタートだったと思いますこれはピアノのタッチと声の選び方というところで、えー、一番デリケートにしていくようなチューニングをしたという印象から入ったのでそういうふうに思いましたでそのままものすごいルルちゃんの持っている声のパワーっていうところを抑えながら B メロに入りますで情景ですかね情景を浮かべ うんそこを整理しながら声を奏でるこんな言い方が似合う歌い方だったんじゃないかなと思いますでそして、えー、さもちろんこの1番の中で1番 B メロサビと入っていくんですけどもそこは今言った流れがずっと推移していくという感じで覚えておいていただいて間違いないような気がしますそして2番に入ります 僕これとても嬉しかったですね、えー、通常こういうカバーバージョンというのはハローの今年に入ってからもたくさん動画出してもらえてるんですけれども1番ともう1回サビみたいな感じで終わる傾向がありましたしかしこのダンバルルーちゃん2番の歌唱に入っててくれています歌謡曲であったりバラードの名曲というのは2番の歌詞にとても意味があることが意味が あーなんてい,うんですか、ね、省いてしまうと曲自体の魅力を半減させてしまうそんなあ曲が多い気がしていましてこの2番歌唱というのは始まった瞬間に、まあ、分数見て大体分かったんですけどやったたなと思いましたねその2番解説していきましょう、えー、と今回のこのカバーはこの2番バージョンの中の最初の息の吐き加減、ね、この吐き加減からすごくういい流れをつかめる 僕最初の権利を手に入れたような気がしますね当然ですけどもそのために自分でアプローチしていく一番と変えるピアノの力感は一緒なんですけどタッチと雰囲気を変えるために自分のリズムのポイントというのを選んだような気がしますで、息の吐き加減でそこを表現しそしてえっ、ー、と僕ねいいなと思ったポイントがあってえっ、ー、と、うん、すぐわかったっていうこのポイントがあるんですけどここで一つ 声で三色の変化をさせているこれが絶妙で最高でしたまあダンバルルルの声のポイントですねどういうところかね、これも簡単に説明したい分かりにくくならないように説明したいんですけど小さく入るんですそして泣かせつつ泣きの声なんて言いますけど泣かせる声を入れつつ引き際が切ないんですよね で泣いてるから切ないだろうっていうかもしれないですけどダンバル,ルーちゃんの選んでる泣きの声というのは非常に力強くパワーがあるんですでそこがある上にこの泣き声というのは引き際がしっかりしないといけないんですけどそこをしっかり綺麗に切るんじゃなく切なさを残しながら切ってくるというこういう感じですこれ魅力的ですねでここで出したあ声の文がう最後 あなたたがくれた3分のオリジナル曲これ音程僕の適当ににしててくださいに生きてきますでこの全部の物語の中のポイントポイントをルルちゃんがもう終始なんですけど丁寧に自分の持っている力というのを出して弾いてというのをやっているというのがここまでの流れですそして3番ここ最高ですね3番のサビですねえーっと3度目のサビという言い方です 息遣いを思いっきり入れてきましたでダンバラだから使いますが言い方としてここでようやくこの曲上での情熱を解き放ったそんな感じですまあ、歌声もあー感情の表現としてはなんていうんですかねベストな感覚の落ち着いた荒ぶり、まあ、こういう落ち着いた荒ぶりがあったこういう表現でいいんじゃないかなと思います まあ、ダンバルーちゃんこれを手に入れたらあここをコントロールできるようになったらソロ歌詞としてはもう素晴らしいですね1番2番もう一度サビのようなこの構成ではその素晴らしさこれが際立ってたような気がしますで僕が好きなポイントを説明しておきましょう僕が好きなポイントは2番サビ最初の「すっぴんだから泣いていいでしょ」 ここのところをもう表現ができないんで歌詞だけ読みましたこれ是非オリジナルの曲で聴いてみてくださいねそんな感じが歌の全体のところに散りばめられていましたまあまたこれは深掘り動画みたいにして撮りたいと思っていますけどもちょっと今日は時間がこれ撮ってから聴いてからですか1時間で撮ってますのでご了承いただければと思いますでピアノのお話もしておきますピアノは終始丁寧でしたね でこれはルルちゃんの弾き語り史上でも、まあ、世に残る聞こえるピアノという中でもベストプレイだと思いますで理由特徴というところいきましょうか、えー、と彼女のピアノは丁寧で感情が伝わり、えー、ルルちゃんの声にアジャストしていたねもうこれでいいと思います 細かいピアノのテクニックこうというのは僕の持っている共同というのはかなりあのビートルズ曲とかのコピーとかそのポップミュージックを作る上でのいくつかのディテールぐらいなのでもうルルちゃんの今のピアノの技術というのにいろいろ論じるというよりこういうような表現なんだよっていうような話をしたいなということでピックアップしてみましたさあさあさあじゃあ今日最後ですね3つ目のトピックをお話ししてこの動画を締めたいと思っております えとここはでここではダンバルルルカ唱すっぴんと涙の物語の作り方について、えー、仮説を織り込みお話をしますなので下調べであったりとかいろんなものを確認ということをしないで今の僕のな頭の中にある情報と感情でお届けするということですで、まあ、後藤真希ちゃんとの比較もここでは少々入れていきたいなと思ってますなので、まあ、最初に後藤真希ちゃんとの声の比較しておきましょう、えー、彼女の違い 後藤真希ちゃんとの違いこれは強強ささとととと感情のタイミングいいいいいう意味合いでいいと思いますはは後藤真希ちゃんは同じ19歳の時にどういう風な歌い方を選んでたかというと静かに入るというのはまあピアノでアプローチしてないというのもあるんでしょうね。桶の中でアプローチしなければいけないということがあり、まあ、そういうシーンがほとんどだったんで。 ピアノのアプローチでなく、自分の桶との声とのバランス調整というところにすごく強気を置いた、重きを置いたような気がします。これ一つの特徴です。あとは感情のタイミング、これはもうルーちゃんバージョンでも出てましたけど、息遣い、あと引き引き際というところ、ここら辺というのがダ段原ルーちゃんと後藤真希ちゃんが全然手法が違うことがわかるということですね。これ興味深い部分なので、もしここだけで、 YouTube 上でも聞けると思いますのでこの2バージョン聞いてみてもらえたら嬉しいなと思っております、まあ、皆さんの中での違いなんていうのコメント欄とかにも書いていただけたら気づいたよとかこんなことをなんていうのを見るのでいただけたら楽しいかななんていうのも思っていたりしますで、これが後藤真希ちゃんとの比較ですで最後ダンバルルちゃんねこのところ作り方物語の作り方こうだったんじゃないかなという仮説ですね まあここでは先ほど音の面では触れてこなかったんですけどブログでも書かれていた、まあ、簡単に言うと人の出会いと別れというのを表現している部分だと思ってくださいでそこの物語を紡ぐ上でどういうようなタッチを選んだのかというのがこれがねアイドル女性歌手19歳ダンバラルルというのの ななんていうのかな感受性が詰まっているそういうような形う受けて取れますここは僕の感情だけで、えー、表現するとすると彼女の今までのご両親とかも含めての年長者に対してのですよね、えー、愛情の受け方そしてそこに対しての感謝一番いい言葉で言うと。 自分が今後大人になっていく上でモデルになる人を失っていく経験としてはそれほどたくさんの経験ではなく初期的な経験なんじゃないのかなというふうに思うことができます。でこれを歌詞に乗せて表現するというのはもちろん弾きながらという音楽を奏でながらというところで歌を歌いながらというところでやるのはどうしても感情が荒ぶってしまったりうん。 この没入すする感じというんですかねこれが出てしまうことが多々あると思うんですけどこれを押し殺し非常に落ち着いたトーンで上げるところはワントーン強くするところは今持てる今届く距離の強いこういうアタックですねアタックまで行ってないです強いというような感じの意思表示のような感じの声という風に言うんですかでもそこに寂しさ切なさというのを残すという。 ここにままあ溢れているというのは単純な話かもしれないですけどもその情熱を解き放つではなくしっかりと自分で抱え大切に温め次につなげていくというようなそういう意味を僕はこの言葉で表現したかったというふうに思っていただけたら嬉しいです。これはさまざま皆さん思うことがあるでしょうけども。 僕は、ダンバラルーちゃんがこういう表現をしてくれるというのはもう、なんていうか、嬉しさというのもありますけど、もう、ルルーちゃん、それはあなたも元々持ってできてたことを今、タイミング来たんだねって、目の前で出せるんだねっていうような、そういう気持ちで、この曲、もう後半ですね、聴いていました。彼女の声、歌声というのはもう、延々聞けます、え。ー 歌手ダンバルルー、ジュースジュースダンバルルー、そしてモーニング娘。後藤真希が歌っていたすっぴんと涙というのを振り返る上で、今、ダンバルルーちゃんがピアノ弾き語りで歌ってくれたという、この2020年の8月10日ですか。これは少なくとも僕にとってはものすごく価値のある日になりました。皆さんももし、えー、同じような気持ち、もし国はこういうふうに言ってるんだから、ちょっとぐらいそんな気持ちでどんな感じなのというページをめくってくれるようなチャンスがありましたら。 概要欄、リンクにももちろんですけど、オリジナルバージョン貼っておきますし、そちらを見てから見てくれた方々も、何か共通点というのが僕らの中で生まれるようなことがあれば、国のチャンネル、そしてこんな速攻動画というのも価値があるんじゃないかなと思っております。以上、今日は荒かったんですけども、自分の持ち時間の範囲で、聴いてから1時間ぐらいで撮ってみたらどうなるかというのを試してみました。またお会いできること楽しみにしています。素敵な音楽に。 溢れた会話そんなことしていけたらこのチャンネルも楽しいかもしれませんね楽しいかもしれませんねクニオでしたまた会いましょう